で、まあ、言ってしまうと高値安値がわからない状態と、その線が2本引くことができないので、ゾーンを作ることができないってなる。ただ今回僕はそれを、まあ、見極めるツールというか、まあ、補助的なツールっていうのを作りましたので、でちょっとこれ入れてみるね。そのツールを入れると、はい、こんな形にああ、なるほど。明確な高値と安値のポイントに印が出てきます。こことここと、と、ここ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 に。あ、バッチリですね。これバッチリ出てるでしょ。言ってしまうと、もうこれが高値と安値です。でも、これがあれば、確かに視覚的に分かりやすくなりますね。あとはこれに従って線引いていけば、もう誰でもできるでしょ。だって、これやっていくよ。だって、例えばここに引いて、高値ですよここに高値、で、ここにね。どう高高値。値、で、ここに高値引いてしまえば、もう、あ、もうゾ改ーン造、が。ゾーンができましたけど、ゾーンって。で、ゾーンがおのずゾと。ーンできてるでしょ？で、これできてるし、で、ここ実際に利益になってるでしょ、ここも。そうですね。そこだっ利たらどこ益。で入ってももう改造ですもんね。利益っていうのになってるから、ここでもう必然的に利益になってることが分かる。で、岩田君はここのゾーンの作り方が分かんなかったから、まあ、エントリーができなかった。そうなんで、例えばこの状態で売りで入ってしまったとかって迷うかと思うんだけども、それも迷わない。もうここが教えてくれるから、ここに線を引いて、今は買い損だからもう売りはしない、もう買いだけで、今回の僕のロジック使って買いエントリーしていけば、必然的にブレイクアウトロジック使って利益、ここでゾーンロジック使って利益、ここでブレイクアウトロジック使って利益、ここでゾーンロジック使って利益、ここでブレイクアウトロジック使って利益でしょ。もう自由自在もうです自由ね。自在でしょ。もうこれさえ引いてしまえば、もうあとはもう問題ない。あとはロジック通りで。これだったらもうどんな方でもできるし、もう岩田君でも線引けるかそうですね。これなら誰でも線引きます。結構じゃあ良かった、使ってみいて。や、最高ですね。あまあ、簡単ですし、まあ、時間がかからないというところと、まあ、初心者の方とかでつまずいちゃう高値安値の見極めとか、ロジックのどこで入ればいいんだろうというところが明確になったので、まあ、簡単に、あ、それは良もう利かっ益取れちゃいたましたね。わ。もう岩田君がつまずくポイントは絶対高値と安値見極めだと思ったんで やっぱゾーン作るのは絶対そこがポイントなので、そこは、まあ、今回僕ツール作ったので、それをつ、あの使ってもらえば、もうどんな方でも3と線2本引けるんで、これゾーン作っちゃえばもう利益になれますから。まあ、やっぱりシストレだとロジックにこう合致する場面だけしか狙えなかったんですけど、ゾーンがあればもういくらでも、もうありとあらゆるところで狙えちゃうっていうところが、やっぱもうやってみてもう分かりましたね。あ、じゃあやってみて利益になったってことだね。あらゆる相場を。いや、あらそゆるれ相場で。嬉しいね。僕自身本当このゾーンスキャルが、本当最強だと思ってるんで、なんかそれを本当岩田君がなんか実践して利益出たかもしれないなら、ちょっと見てみたいです、結果を。じゃあちょっと見てもらっていいですか？見ます見ます。はい、じゃあチャートの方お願いします。はい。じゃあまずはこちらですね。はい、こちらがポンド円かな。ポンド円ですはね。い。これがポンド円の5分足ですね。はい。5分足で、ここでエントリーですね。ああ、いいとこに出るね、やっぱり。これはゾーンロジックですね。ゾーンロジックで。ゾーンロジックでここでエントリーして、ここで決済です。おお、いいね。結構これピプス大きそうだね。これで52ピプスぐらいですね。おお、いいじゃないですか。めちゃめちゃいいじゃないですスか。キャルでこれだけ取れたらもうすごいですね。もう十分だよね。まあ、まずこれ1個目、ゾーンでロジックでトレー買いドしゾーンをたやつ作っですね。て、そのちゃんと買いエントリーしたってことだよね。そうです。いや、いいね。もう見事に高値のところでしっかりと利益になるっていやっぱ安心してトレードできるでしょ。う。そうですもね。う買いゾーンっていうのは分かってるから。もうゾーンの中にいればもう方向感がはっきりしてるっていう。いいね、いいね。あ、いい感じだね。で、次が、ユーロドルですね。ユーロドルのこれも同じ5分足で、これがブレイクアウトロジックですね。で、ここでエントリーして、ここで決済です。おお、いいね、ブレイクアウトで。あ、結構お、伸びたここがね。もう綺麗にブレイクアウトして、ここで決済ですね。いや、いいで、ね、いいね。ここで46ピプスですね。おお、結構取れたね、ユーロドルでいも。やポンド円なら結構ボラティティ高いかー、そうらですあるね。けど、ユーロドルでもこんだけ取れちゃうんだね。ユーロドルで46取いれれやばー、十十分分十分十分だね。です。いや、すごいですね。やっぱここも見事にここでブレイクアウトして簡単に入ることできるんで、なるほどね。でいい僕ね、で一角っていう。いい感じだね。今回岩田君はあれだね、僕と同じ5分足使ってんだよそうね。ですね。基本的には5分足5です。分足はこれで十分十分。で、次が、OG ドルですね。OG ドルの5分足で、これがゾーンとブレイクアウトの2連勝のパターンですね。あ、いいね。
で、ゾーンロジックでまずここでエントリーして、うん、ここで決済です。あ、売りエントリーしたんだね。そうですね。おお、いいね。ここももう綺麗な売りゾーンの中で決済までいけて、うんうん、でここの安値をしっかりブレイクしたタイミングで、うん、ブレイクロジックで売りエントリーですね。売りエントリーで、ここでエントリーして、ここで決済です。おお、いいね、いいね。これで、最初のゾーンロジックが15ピプス、うん、ここからここまで15ピプスで、次のブレイクアウトがここからここまでで30ピプスですね。おお、かなり取れたね。だからもうこの短期間で45ピプス。おお、すごい、45ピプス2連勝で。結構 OG 系だとあんまボラティリティそこまで、そうですね、大きくないから、うん、なかなか利益取れないけど、こうやって2つの軸組み合わせたら結構取れるね。でゾーンロジックで手堅く取ってブレイクアウトで大きく取れるっていう。わあ、いいな。あ、これ分かってきたね、岩田君。分かってきたね。いいね、いいね。で次がドル円ですね。はいはい、ドル円、ね、ドル円の5分足で、うん、まずゾーンロジックで、ここでエントリーですね。うん、ここでエントリーね。ここでエントリーして、次ここの、いや、めっちゃ取れたね。改造で決済、うんうん、でこの次がここでまた高値のブレイクアウトで、うん、ブレイクアウトロジックでエントリーして、うんうん、ここで高値をつけて、ここで決済ですね。決済だね、これもしっかり取れましたね。これめっちゃ取れてるね。これもピプス大きそうだね。これも取れてるんで、ここが、40ピプスぐらい取れてますね。 40? うわ、すごいな。でこの後も相場進んでまたゾーンを作って、あ、改造の後に改造になるかな、うんうん、で、ここでエントリーして、うん、このまま上昇してここで決済ですね。ここで決済、これで何ピプスくらいかな。これで26ピプスですね、うん、いや十分十分十分だね。でまたこれトレンドって続くじゃないですか、うん、トレンドが続くんで、ここまたブレイクしてブレイクアウトロジックでエントリーして、ここでエントリーしてここで決済ですね、うん、いやすごいですね。これも27ピプスぐらい取れてますね。理想の取り方だよね。ゾーンで取ってブレイク取ってゾーンで取ってブレイク、いやもう理想。いや、これ一番気持ちよかったですね、うん、これが一番いいのよ。でこれ最初のゾーンでも40ピップスぐらい取れてるんで、うん、全部でこの4トレードで135ピップスぐらい。135ピップス、いや気持ちよかったでしょ。これはスキャルですからね。スキャルでこれはすごいよ。これは気持ちいいですね、うん、いやすごいすごい。これ多分まあ勝先生が言ってたこの繰り返しのゾーンが形成されていくっていう、うんうん、そうそう、一番綺麗に取れたパターンですね。もう繰り返した後それについていけばいいだけだから本当に。いや、すごいです。勝手にゾーン作られるから。でまだあるんですよ。まだあるのすごい見せるね。次が、はい、OG 円ですね。 OG 円で、はい、OG 円で、これはあの勝先生がちょっと応用的にって言って教えていただいた、うん、あのゾーンのレンジの、あ、ゾーン内作るやつね。もうこう天族を天族で取っていくっていうパターンの、うん、これもチャンスが来たんでちょっと取り入れてみました、うん、で一番最初がここでエントリーですね、うん、ここでエントリーだね。でここで決済です、うん、これゾーンロジックですね。そうそう、ゾーンだと買いエントリーだね。買いエントリーですね、うん、でここで高値つけてるんでここでまたエントリーして、ここで決済ですね。ここで売りエントリー、売りエントリーで、そうだね、ゾーンのレンジを、ここが買いでこっちが売りですね、うん、で次またゾーン内のレンジでここで買いエントリーしてここで決済ですね、うん、いいね、いいね。でまたここで同じ要領でゾーン内のレンジで売りエントリーして、うん、こう安値のところでここで決済ですね、うん、あ、いいね、いいポイントだね、うん、でですね、はい、でこの後にまたここでこう高値一旦つけてブレイクアウトしたんでブレイクアウトロジックで入ってここで決済ですね。あー、うまいうまい、いい取り方、いい取り方。いや、これもまたすごいですね。コンボみたいにこうどんどん連なっていくっていう形で、これが全部で、買い売り買い売りの売りですね、うん、売りで、67ピプスですね。67ピプス、すげえ。最初のやつが6ピプス、6ピプスですね。で次が18ピプス、で次が15ピプス、次で17ピプス、最後のブレイクで11ピプス。うわー、すごいね。これ全部67ピプス。67ピプス取れたの。こんな短期間でそんな取れちゃうの。そうなんですよ、すごいね。これ5分足ですからね、うん、すごいすごい。で、すごいじゃん。そのゾーンでまず買いゾーン売りゾーン作るっていうので、うん、まずこれ視覚的にトレードできるんだ。これを応用していくとゾーン内のレンジを作ると、うん、売り買いが連続できるんで、いやー、これも気持ちいいですね。気持ちいいでしょ。短、あ、もう本当短期間プラス保有時間を短く利益になるんで、これできたらね、最強ですよ。
まあこれもまあ応用的にぜひ使ってほしいですね。いやすごいね岩田くん。いや本当になんか自由自在に、うん、そうですね、なるでしょ、うん、もう相場は言っちゃうとあのシステムトレードも別に悪いわけじゃないんだけども、うんうん、やっぱりその相場の見極めっていうのはやっぱせずにトレードするんで、うん、せっかく利益になるポイントを見逃すっていうのが、うん、やっぱりもったいないっていうのがあるかな。まあそうですね、まあ、システムトレードもまあいい面はすごいあるんですけど、まあ、実際こうロジックに当てはまらないと、うん、なかなかストレスっていう場面も多かったりするんで、うん、今回最良でこういったゾーンとかでトレードできれば、まあ、いつでも利益できるっていうのは、うん、まあトレード時間が限られている人とか、うん、まあ、いろんな方にとってまあ最高のやり方になるんじゃないかなっていう感じましたね、うん、いやだから気づいた一番の空いた時間にしかも稼げる金額っていうのが結構無限に近いっていうのもできるんで、うん、システムだとやっぱある程度決まった形になってしまうのが、うん、最強だと伸ばすことは伸ばすじゃん、うん、そうですね、そこは大きな利益取れるんで利益伸ばせるのはすごいですよね、うん、でかいでしょう。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容は、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は、縦に表示して、三角ボタンをタップして、動画の説明を表示させ、URL をタップしてください。